やはり現在の兵力では公国との全面対決は厳しい状況と言わざるを得ないのでは。首都防衛と重要拠点の解放を最優先とし、地方は切り捨てていくしかなかろう。戦力の不足は武士で補えばいい。公方ではなかったとはいえ、公国は武士を用い侵略してきた。ならば我が国も武士をもって報復を行えばよいのだ。面白いことを言う。武士が議会の要求などで動くと思っているのかね。しかし事実、我が国のクリスタルは敵国の武士によって脅威にさらされた。このような状況であれば彼らも嫌だというはずがなかろう。武士がそのような原理原則に沿うのなら苦労はしない。武士はスザククリスタルの意思によってのみ動きます。ここで武士について議論をしても解決にはならないでしょう。発言よろしいかしら。確か首都解放作戦に当たった候補生はクリスタルジャマーの影響を受けずに白虎ルシを撃退したと聞いています。その魔導技術を使い同等の兵士を作れないのでしょうか。遅くなったわ。あの子らと同じことは簡単にはできないわ。高度の機密事項だから技術開示も不可能ね。ドクターアレシア、クリスタルジャマーに関しては何か分かりましたか？そうね、私の計測だとあのジャマーは普通の人間に扱えるものじゃないわね。制御できるのはルシだけ。それとロリカ消失以後、大掛かりなジャマー使用は確認されてないようだし、ジャマーに関してはルシに何かがあって今は使えない状況というところでしょうね。そうだったとして現状を打開する策は何かあるのかね。候補生の戦闘介入の現在の防衛戦力をそのままとし、現状を打破するに最もふさわしいかと。アギト候補生ともなれば戦力になることは間違いありませんが、しかしペリシテリウム守護の拡大解釈にならんかね。ルシが動かぬのでは選択の余地はなかろう。そうですね、院長様のご判断を仰ぎましょう。今は朱雀存亡の時です。誰もが試練にさらされています。アギト候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょう。それでは議会での正式な採決をしましょう。